清宮、清宮、清宮、清宮。ということで今回はですね、清宮選手をね、使っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。待って、今楽天対日本ハム見てんだけどさ、今、打席に清宮来てる。清宮来た。これ、リアルタイム清宮共有します。さあ、どっちの清宮がいい成績残せるかな？うわ、押してくるね。お、本物の清宮、P5 のこれ勝てるよ。OKOKOK。あー、なんかエラーしてる、エラーしてる。あー、やばい、これ抜かされた。オッケー、ナイス、フォアボール一番微妙っていうね、清宮選手を今日は使っていきたいと思います。よろしくお願いします。甘く来たー。似た能力してる今川選手がね、ホームラン打てるってことはホームラン打てるっていうことです。サードの清宮の守備、ちょっと微妙。なんか追いつかれた現実の楽天、ちょっと楽天応援してるんですけど最近。まあ、あのピッチャーのエラー、ちょっと清宮お前で。清宮の P ゴロからね、ちょっと楽天狂っちゃいましたよっていうことで第2打席やっていきます。ちょっと落ち込んでますけどね、ここで一発ってね、ま、俺自身のテンションは戻していくと、この飛距離 142m 相当やばいよ。今殺度の中段まで行ったからね、これが清宮だろうこうだろうなんです。いったー、さよなら、ナイスホームラン。さあ第2試合1番清宮でやっていきたいと思います。ナイスオッケー。やっぱねインコースヒッター持ってるんでね、もうインコースもカモンですよ。カムヒア、もうインコースヒッターにフルヒア、これもう暴力ですから。引っ張るフル、いいね、打つでしょ。フルヒッター、札幌ドームですが、右中間の後入った、すっごい微妙だけど入った。今のがブルヒオ、めちゃくちゃナイスバッティング。そして今度は流す、俺の技術も見せつけていくと。完璧、ブラボー、ブラボー。いやもうあんなホームラン打ってくれたらね、もう今日見どころ他ないっすよ。もうあのブラザーバックはしないでください。ぜひあの高評価の方よろしくお願いします。で一応マルチ弾持ってるんですね。マルチ弾の効果は私微妙に分かんないですけれども、まあ、とりあえずもう一本打ちやすいよっていう話ですね。言ったでしょ、アリエル・マルティレスの裏広角打法は、これも怪しいけど入った。ブラボー、お披露目です。まず現れたのは、俺だよ、ふなふなだよ、俺だよ。さあ、なんと視聴者様と当たりました。めちゃくちゃ嬉しいんだけど。さあ、1点取られたんでね、もう視聴者に負けたくないですよと。俺が使うのも苦手、打つのも苦手。高橋コーナー。抜けるかな？うわー、マジっすか？うわー。ハンサム、じゃない。アルカンタラ。よし。やった。ブラボー！まずいです。なんと、毎イニング併殺して、ここまで3つのゲッツ。ここで打たなければ負ける。さあ、清宮さん。清宮。うまく打って、こういう軽打もできますよと。このシチュエーション、一発以外も必要ですよと。さあ、佐藤ね。ストレート甘く入った。ファーストの頭上を超えていった。さあ、ダイソーの磯又、激走。三塁回した。バコムできない。ナイスプレー。同点。いや。さあ、こっから俺の時間だ。スラブ。チャンスがあります。チェンジアップ。いいチェンジアップやな。うまく流して、ライトの後方は超えていった。タッチアップの構えだった浅間も、三塁蹴って逆転。イエスまあ、負けませんよ、そう簡単にね。私は三遊間、源田の間も破っていくナイスボーリング。ホームランで試合決めちゃおうぜ、ジェームズ。いったー、インコースヒッターで打球伸びて、スリーランショットグッバイ。はい、よかったよかった。いや、でも本当、見てくれてありがとうございます。ブラボー、決まった。よっしゃーい。空振り、さあ、追い込んだ。ラストの一球、正義執行しましょうか、ここ。正義執行、アウトロー、見逃し三振。つうわけで、清宮の回だったと思うんですが、めちゃくちゃ楽しく日本ハム使いました。ということで、ぜひチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。